三津山古墳群の現存する三合墳と田中砦出あと三津山古墳群はかつて愛知県小牧市大技東田中に存在した古墳時代の古墳群である。興墳三期で構成されていた。現在はそのうち一期の三合墳のみが残っている。またこの古墳群を含む一帯は1584年の小牧長久手の戦いの折田中砦が築かれた場所でもある。 三津山古墳群は古墳時代の古墳群、宝墳三期で構成されていた。しかし1979年に国道155号の拡幅工事が行われることとなり、北側の二基が破壊されることとなった。そこで同年発掘調査が行われた。いずれも一辺、約20メートルの宝墳で、墳頂部に先竹型の木管が安置されていたほか、副装品として、 東京三面と鉄製部具、農工具などが見つかった。またこの調査結果から4世紀末から5世紀初頭に築造されたことがとかっている。なお残された三合墳はまだ調査が行われておらず、現在三津山海間の敷地内に保存されている。田中取出跡は1584年の小牧、長久手の戦いの折、秀吉軍が築いたとされる取出跡である。 同古墳を含む一帯に、東西16県、南北30県にわたって築かれたとされている。婦人したのは、堀長政、ガモウジと、加藤光康など。しかし婦人した兵力はわかっていない。なお、現在遺構などは全く残されていないが、古墳の前に鳥で跡を示す石碑が建てられている。愛知県小牧市大和東田中字内古地内産、津山海岸周辺。 出土品は現在小牧市歴史館で展示されている。ありがとうございます。